あ、どうもどうも、お世話様です。まあちょっとなんだかんだ紹介できてなかったんですけど、新しく MM プロモーションズ入っていただいたさえちゃん、16歳。はい、さえです。16歳です。よろしくお願いします。かわいいですね。16歳ってまだ高校2年生はい、高校2年生になりました。で、まあ、こんな可愛らしい見た目とは、すごいギャップなんですけど、なんだっけ、あれなんていうんだっけ、エレキギター、はい、エレキギターをね、弾けるということで、もう TikTok を先にやってもらってたんですけど、もう結構バズって1万人ぐらいね、登録者が増えてる状態です。誰の影響で始めたの？ギターは誰にも影響来てなくて、あ、お父さんお母さん関係なしに、はい、関係なしに自分でやりたいと思って始めました。だってロックだよね、なんか。はい、ロックです。すごくない、なんかそれ。ありがとうございます。何がきっかけで？きっかけは、弾けたらかっこいいかなと思って始めました。うちなり何かがね、操作したってことですか？はい、そうですね。はい、他にもなんか楽器弾いてたもんね、ピアノとかも。そうですね、ピアノは小学生の子習ってて。あ、習ってたんだ。はい。あ、じゃあ両親がなんか音楽関係？あ、全然そんなこと。全然関係ない。まあそうなんですね。はい。え、兄弟は？兄弟は弟が一人います。うん、弟もやってるの？弟はベース頑張ってます。おお、なるほど。はい。じゃあ二人でユニットを組んでもらって。はい。将来の夢ですか？将来の夢ですね。へえ。ギャップがすごいんでね、一回弾いてもらえますか？はい、はい、はいはいはい。私事ではあるんですけどね、最近工事の音がうるさくて、引っ越しを決めました。本当に尋常じゃない音なんで、今日ここで仕返ししたいと思います。じゃあ仕返ししていきたいと思います。仕返ししていきましょうか。なんかあります？得意な歌？はい、ちょっとメタルやります。あかっこよ。え、ちょうどギターの先生来てるんですけどね。ラグビーサイド。はい。これすごい、うまい。いや、わかんないです。私エレキ弾けないんです。あ、そうか。はい。全く別物なんだ。別物です。でもアコースティックギターも弾けるらしい。おお。はい。だからちょっとコラボもしてもらおうかな。あ、ぜひ。あとお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいね。ギャップがすごいですね。うん、本当に。え、歌も上手いの？歌はちょっと声量が足りないんですけど。声量が？でも上手でした。音源、撮ったのを聞かせてもらったんですけど。ちょっと一回録音して。一回歌ってもらえます？だからカラオケルームあるんでね、こう。お願いします。はい。声量はでもなんか腹式呼吸が使えるようになれば上がっていくんで。あ、今喉で歌ってるんじゃないかな、多分。多分そうですね。なるほど、なるほど。へえ、16歳ね。青春の時期ですから、はい、お母さんがいるんでね、なんか聞きづらいんですけど。やっぱ好きな人とかいるんですか？いや、いないですね。あ、そんな。え、でも好きな人とかできたことあるでしょ、今まで人生では。あります。そういうのはやっぱお母さんと相談したり。はい、全部顔に出ちゃうんで喋っちゃいます。おお。そうなんですね。今はいないと。今はいないです。やっぱその男性、好きな男性もロックみたいな人が好きなの？男らしい人がいいです。おお、なるほど。最近少ないですからね。はい。世の中石さんが好きなマッシュばっかなんで。私逆あ、逆か。私ゴリラが大好きなので、マッシュが嫌いなんです。じゃあ一緒だね。一緒ですね。ゴリラ大好き。じゃあ芸能人とかで言うと誰が好きなの？芸能人、野村周平。え？ちょっとワイルドだね。あ、そう。ほんの少し。昔のね、昭和の俳優さんとかも、反町隆史とかさ、うん、もうあの辺はめちゃめちゃかっこよかったけどね、うん、ワイルドで。まあ、最近は、GTO ね。じゃ、学校ではなんかその優秀なんですか、勉強とかの方は？あ、高校1年生の時は特進クラスにいました。え、何それ、頭痛い？一番上と一番上と大体。すごい。特進って一番上だよね。そうですね。じゃあ頭良くて勉強頑張って
思ってます。運動はどうなの？あ、運動は本当にできなくて。運動できないんだ。はい。運動がやばい。やばいんだ。バスケが一番できなくて、ちょっとやばいです。運動神経はないんだね。ないです。まあいいじゃないですか。それ全部できたらね。仕方ないんで。じゃあ将来の夢はもう、もう芸能系でいきたいってことね。そうですね。ロックスターになりたいです。おお。え？ロックスターか。てか今そうだ。いいところがあるわ。不良バンドっていうのを作ろうと思ってまして。いや、ロックって、そのまあ、まあ、ワンオクロックとか、あと僕の友達とかでノーベルブライトの雄大くんとか、まあ今いますけど、本来ってなんか、ロックって不良なんですよね。だから本物の不良の歌手がいる、ロックバンドを作ろうっていう話がね、出てまして、結構大手のその音楽レコード会社と募集します。不良で歌うまい人。募集します。そこの、そのギターで入る可能性ありますよね。スター。本当ですか？嬉しい。いいじゃないですか。だから、いいね、それ。ボーカルが不良だったら OK なんですか？そうだね。ああ。じゃあ、ベースとかそういうのは別に不良じゃなくても。そう。だから、俺不良だよ、でも歌うまいよっていう方はね、ちょっと動画とか送ってもらいたいんで、その概要欄に貼っておきます。結構すごいそのプロジェクトになると思うんで、まあ、人生変わると思いますから、ぜひね、挑戦してもらって。なんかね、やっぱその、一回ミーティングした時に、花がある人じゃないとダメなんだって、ロックスターっていうのは。うん、引きつけるもの、上手さだけじゃなくて、やっぱ、ワンオクのライブ行かせてもらった時に、あの、タカ君が歌ってる姿とか、もう映画のワンシーン見てるみたいだから、そう、上手いのはもちろん上手いんだけど、それ以外のなんかカリスマ性みたいなのも必要なんですけど、まあ一応応募して、あの僕たち以外のその人たちも、見て、あ、この人はっていう人がねいたらこちらから声をかけるので、ぜひ応募してみてください。もうそこの一員になれたらね、面白いことになりますからね、はい、いいじゃないですか。不良とかは合うの？いや、合わないです。名古屋でしょ、だって名古屋です。名古屋って日本で一番多いでしょ、不良が。一番違う、悪いと思うんだよね。まあ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 、そっか。じゃあ、まあ、真面目な学校ってことね、今は。そうですね、真面目ですけど。もうそういうところなんかね、組み合わせも面白そうだけどね。その真面目に生きてる人と、不良な少年が、一緒のメンバーでみたいな。なるほど。楽しみですね。はい。じゃあ、ちょっと、アコースティックギターを、はい、の方も。ピアノもできるんですけど、ちょっとね、家にピアノがないんで。他になんかできるの、楽器？他は、ベース、スラップじゃなかったらできると思います。へぇ、あのドラムとかはできないんだ。あ、ドラムやってみたいですけど、できないです。あとは、作詞、作曲とかはまだやったことないです。おー、なんか思い浮かんだりしないの、メロディーとか？ないです、まだ。一回じゃあ、ちょっとやってみますか。どのぐらいの腕前なのか。チューニングしますね。はい、お願いします。これなんかもう耳人だとできるんだよね、耳だけで。ね、できる、できるんですよね。はい。え、な、何、何弾こうとしよう。あ、ちょっとなんか指でできるやつ。おお。すみません、すみません。あの、あんまり指で弾かないんですけど。え、何の曲これ？ピクピク、はい、ピクピク、ここにある。あ、そういうことね。普通にコードぐらいですけど。歌いながら弾いてみましょうか。なんかないの、そのコードを出せるでしょ、だって。なんか好きな歌詞ないの、日本の。ワンクロック。おぉ、ライブ行ってきましたね。はい、いつ いたかもしれない、これ。1月の名古屋ドーム。一昨年。いないわ。
の何欲望に満ちた Wherever you are だっけ。あ、それわかります。あ、これにするじゃん。はい。おお、いいっすね。これキーはこのままでいい？高い、高いもんね。でででででででじゃないの。ここから行く？はい。せーの。あ、すいません。あれ？なんかむずくない？これコード合ってますか？何のコードですか？ B B B あ、そうですね、うん、あ、B で C マイナー、 C マイナーしかったのかな。一回聞いてみる。せーの。違う気がするけど。できない。あれできない？これ違うよね、音。音立ってなくない？多分。すみません。なんか最初は合ってると思う。最初は合ってます。せーの。C マイナーみたいなのが下手なんですね。はい。愛してるよ。これちょっとマイナスブランディングじゃないですか。エレキで弾いてる。てか歌、逆にね、歌を聴くっていうあれで始まりましたよね。私歌の どのくらいうまいかっていう話で始まったんだったら、さえちゃんが弾いて歌ってもいいのかなって。カラオケできないから。いやいやいや、カラオケでやるじゃん。でカラオケがもしかしたらあれだから、マイクだけ使って、あ、アカペラで、あ、オッケー。それにしよう。これで全員整ったわ。よし、じゃあ行きましょう。はい、YouTube とかもやっていけたらいいなと思ってます。まあ、一旦はあの TikTok の方でね、結構やってるんで、はい、見に行っていただけたらなと思います。はい、じゃあそんな感じで紹介でした。